はい、我々連邦共和国 Vlog です。まだまだ9月でも残暑厳しいですが、夏バテとか大丈夫でしょうか。それでもね、最高気温が34度ぐらいまでになったので、それも1時間34度に達するのは1時間程度ぐらいしかない、午後2時か3時ぐらいのね。その他だいたい31、2度ぐらいなので、まだね、なんとかなってるような状態ですが、今日もちょっと9月はね、前も言いましたけど誕生月ということで、誕生月あるいは誕生日御朱印がいただけるようなところを中心にですね、その近辺の、神社を参拝しています。今日はですね、主に目的地としては、台東区だったんですが、それからちょっと足を伸ばして文京区あたりまで行ってみました。最初に行ったのがですね、これは前も言いましたけど小野照崎神社ですね。ここは魅力的な、御朱印を多く出しておりまして、今回はですね、境内社の三峯神社の、御朱印ですね、見開きでトレーシングペーパーを、利用した非常にカラフルかつ優雅なこのシリーズがあるんですよね、見開きで。だから薄い、ね、トレーシングペーパーを2枚見開きで貼ってくれるんですが、その下に、印を、ね、押して、で上からその絵柄をかぶせるっていうパターンなんですけど、これ結構ね、ちょっと見てましたけど寸法をねちゃんとやんないと、下の印とですね、神社の印と印字ですね、それと上の絵が合わないんですよ。なのでちゃんと合うように専用の、定規といいますかね、そういうのをスケールですね置いて押してました。参拝者多いですね。別に並んでるということではなくて、結構ひっきりなしにちょこちょこ、1人2人あるいは女性のグループとかで参拝する人がちょこちょこいます。駅から近いっていうのもあるんでしょうけどね、日比谷線の下谷駅からどれくらいですかね、3分ぐらいですかね、歩いてぐらいなところなので行きやすいのはあると思うんですけどね、なんだかんだで参拝者が絶えないような神社ですね。境内社も決して敷地は広くないんですけど、境内社も例えばお稲荷さんとかね、この三峯神社と、浅間神社、浅間神社って言っても、富士塚ですけどね、危険なので入れませんけど、富士塚の外側、柵の外側からしか参拝できませんけど、この照崎神社に参拝しました。で2社目はですね、そのままバイクで行って下谷神社ですか、ごめんなさい、さっき言った日比谷線の駅は入谷ですね、入谷駅から歩いて、3分ぐらいで、そのままバイクで南に行くと下谷神社ありまして、私ここ初めて行ったんですけど、秋葉神社ですね、秋葉神社に先に行きました。秋葉神社は秋葉原の、名称地名の発祥となったところではあるんですが、あるのは台東区です。秋葉原、今の秋葉原は、あそこは、千代田区ですかね、なんですけど、その発祥となった、地名の発祥となったのが秋葉神社ですね。入り口もね、間口も小さくて、境内は決して広いとは言えませんけども、立派な社殿、拝殿がありまして、
まあ、人がねあんまりいない、あのたくさん例えば巫女さんとかね、あの雇ってるわけではないので、まあ、本当ご家族で守っているようなあの神社ですので人手がないんですけど、それでもですね小さな事業所で御朱印何種類かあるんですけど、ここはね誕生日御朱印がありまして、誕生月参り誕生月詣での御朱印がありまして、もうね一点物です。一点物、あのデザインは一緒なんですよ。ひょうたんにその紐が巻いてある絵柄なんですけど、そのひょうたんと紐の色がですね様々なんですよ。いろんな組み合わせがあって、それはあるだけなんですよ、一点物なんですよ。なのでいろいろ見せてもらって、好きな色柄絵柄、あの絵柄は一緒ですけど、色を選んで、でそこに押してもらうっていうことなんですね。少しお話ししましたけども、やっぱりあの人手がないのでいろいろと頑張ってはいるんでしょうけども、あの御朱印もね、結構書き置きしか今は確かなかったと思うんですけども、それでもねあのファイル形式じゃなくて、やっぱりその御朱印、蛇腹の御朱印に貼る人もいますので、そういう人のためにですねあのシール式、裏面前面がねシールになってる貼りやすい御朱印を出してくれてたりですね、まあ、ファイルとかにする人はあの普通のね和紙の御朱印、絵柄は一緒ですけどもだったりとか、結構ねいろいろと頑張ってはいるんですけども、いかんせん人で、不足でなかなか広げられないっていうのはおっしゃってましたね。だけど誕生日の月に行けば誕生月詣での特別御朱印がいただけるので、誕生日が属する月にね行ける方は行っていただければいいと思いますね。まあ、秋葉神社ですので、火の神様ですね。だから火防、まあ、火災除けというのが、まあ、主な御神徳になりますね。やっぱ東京多いですよね。やっぱりあの江戸の頃からやっぱ火事が多かったということもありますので、秋葉神社と名の付く神社は多いですね。前も行きましたけど、向こう島にも秋葉神社ってありますけど、ここも個人の、 あの神職が代々お家でね家で守ってる神社でしたけども、やっぱ秋葉神社って多いですね。それからその3社目で下谷神社に来まして、下谷神社、秋葉神社も初めてでしたけど、下谷神社も初めて行ったんですが、ここも間口は、入り口は狭いんですけど、中はまあまあ、 あの立派な社殿がありまして、境内社にね稲荷神社あるんですよね。で、あの赤い鳥居がちっちゃい、だから境内社なのでちっちゃいんですけど、鳥居はいっぱい赤い鳥居がガーッと並んでる、もう一発でね見れば稲荷ってわかるんですよ。あの狐のね、あの眷属の狐の、あの像っていうかね置物もいっぱい奉納されてますので、もう見るからに稲荷神社っていう感じの境内社がわかるんですが、本殿、あの下谷神社自体の、拝殿に行きまして、ガラス扉だったのかな、何せ社紋がですね、神紋っていうんですかね、社紋があの稲だったんですよ、その下谷神社自体もね。で、稲荷神社は稲紋っていうのは多いですし、それが普通なんですけど、大体抱き稲紋っていうのが多いんですけど、その下谷神社自体も稲の門だったんですよね。だからあれと思いまして、その境内社の稲荷神社とそれから下谷神社両方の御朱印がいただけるんですよ、2体ね。なので御朱印書いてもらえるところ、これ専用なんですよ。事業所とは別に御朱印専用の窓口があるんですけど、そこ行ってあの2体書いていただいている時に、これあの下谷神社って稲門ですよねって言って、あのこれ下谷神社自体もお稲荷さんなんですかって言ったら、そうなんですよ、まあ兄弟みたいなもんですっておっしゃってましたけど、あの両方稲荷神社なんですよね。でも
北谷神社自体は別に赤い鳥居があるわけじゃなくて、その門を見ればね、あの 稲門なので稲荷ってわかるんですけど、その他にいわゆる稲荷神社の特徴っていうのはあんまりなくてですね、よくよく見ないとわからない。まあもちろん優勝書きとか見れば、あの宇賀那御霊の御事って書いてますので、ああ稲荷なんだなってわかりますけど、まあ、だけどね、境内社はマカカーナ鳥居がいっぱいあるのに、いわゆる千本鳥居のみたいなやつがあるのに、下谷神社自体はないんですよね。だけど両方とも稲荷神社ということでした。で当初の予定はここまでだったんですよ。下谷神社までだったんですよね、まあ、ですがそこからちょっと足を伸ばしまして、文京区の方まで走りまして、小石川大神宮、小石川大神宮に行きました。ここはちょっと行きにくいんですよね。バスだとねすぐ行けるんですよ。本数も多いですしね、バスなら行きやすい、都営バスなら行きやすいんですけど、バイクとかね車はもっと行きにくいですね。なんていうんですかね、あの辺ね道がちょっと入り組んでるんですよ。大きな道路はむちゃくちゃ大きな道路なんですけど、入っちゃうともうね一通一通で目的の方向に全然行けないんですよ。同じとこぐるぐる回らなきゃいけないので、大変なんですよ。止めるとこもあんまりないです。まあ、バイクなので歩道が広いんでそこに止めておけばいいんですけど、小石川大神宮は10種類ぐらい御朱印ありますけども、誕生日のやつは誕生日詣の御朱印はもうそれだけ一種類だけなんですけど、達筆なんですよ書いてくれるんですけど。いつも思うんですけど、小石川大神宮の文字って達筆なんですよ、書いてくださる神職の方が。で誕生日の御朱印はですね、筆で書くんですよ、もちろん筆なんですけど、色がですねピンクなんですよ、全部ピンクで書くんですよ。で誕生日の日を聞いてくれまして、その日を入れてくれます。その月だったらいいんですけど、その月ので誕生日の人は誕生日の日付を言えばその日付で入れてくれます。だから参拝日ではなくて誕生日詣でということで誕生日の日付を入れてくれます。なのでまあ記念にはねなりますよね。まあ、どうしてもねその日の日付が必要であれば、もう一体普通の通常御朱印をいただければ、その横にその参拝日が入りますのでまあ別にいいんでしょうけど、これであとねここね花手水、手水屋ちっちゃいんですよ。神社自体もちっちゃいので手水屋もむちゃくちゃちっちゃいんですけど、お花ねいっぱい生けてあります。手水鉢にね、たまたま多分お花屋さんのお姉さんだと思うんですけど、お花屋さんの お姉さんがその花をじーっと見てましたけど、なかなか綺麗ですね。小石川大神宮、バス都営バスだと行きやすいです。どっちから行っても上の御徒町の方からとか本郷三丁目の方からバスに乗っても都02、02じゃないのかな、で行けます。02でいいんですかね。大塚駅前駅ですね。逆から乗った方が目の前に着きます。道が広いんですよ。中央大学のキャンパスの向かい側なんですけど、道路が片側2車線で中央分離帯がありますので、もちろんその横断歩道じゃないとこ渡っちゃいけないんですけど、横断歩道ちょっと遠いんですよ、小石川大神宮のね間口のところからは。なのでちょっと回らなくちゃ、徒歩だと回らなくちゃいけないですね。それからその前にね湯島天満宮行ったんですよ。湯島天満宮、いわゆる湯島天神ですね、初めて行きました。湯島天神人多いです、やっぱり
有名なところだけあって、 なんだかんだで人多いです。でちょうど結婚式やってましてね、なんかその結婚式のね、方たち、参列者っていうんですかね、もうむちゃくちゃ多かったんですけど、普通の参拝者も普通に多いですね。ここは御朱印は3種類ぐらいあるんですかね。切り絵の、見開きのサイズのやつと、通常の書き入れしてくれる御朱印と、あとは、月替わりの特別御朱印の書き置きですね、でした。やっぱり人が多いのでちょっと待ちますかね。で湯島天神行きまして、小石川大神宮行きまして、で最後の一社はね、ここはいつもいるかいないかよく分かんない桜木神社っていう本郷三丁目駅の上です。非常に行きやすいところなんですよ、地下鉄でもバスでも。でここはね面白いんですよ。あの桜木神社ってね、有名なのはあの千葉県のね野田にある桜木神社が有名なんですけど、それとは関係ないんですが、桜木神社なんですけど主催神は菅原道真なんですよ。なので要は天満宮天神様なんですよね。そんな雰囲気は全くないんですけど、ただあの社紋を見ると、神紋を見ると、あの梅のね、門が入ってますので、ああ天神様だなってわかるんですけど、奥の方にあの見送り稲荷っていう境内社が、稲荷社があるんですが、工事の関係でね、あの社務所がね、仮プレハブの仮社務所なんですよ。でね、いついるかいないかわかんないんですよね。で一人ねお姉さんがね、あのピンポン押しながら待ってたんですけど、結局出てこなかったらしいんですよね。でちょっと話をして、待ってる間に話をしてたんですけども、いついるかいないか分かんないですねって言って、まあ、よく来てる方、近くの方らしくて、あの確実にいない時は、前も言いましたけど、あの拝殿のね、あのお賽銭箱の横に書き置きの御朱印をね置いてくれてるんですよ、日付入りで。あの社務所がもう確実に閉まってる日、あらかじめ分かってる日は置いてくれてるんですけど、でお賽銭箱にね、あの初穂料を入れる、まあ、仕組みなんですが、その日はね、今日行った時にはそれがなかったんですよ。あの拝殿の前にね書き置きが置いてなかったので、あじゃあ社務所いんのかなと思ったらね、結局いなかったんですよね。でお姉さんと待って、出てきませんね、いないんですかね、じゃあまた来ますって言ってね帰ったんですけど、ここはねあの入り口、参道の入り口にね、あの結構大きな鳥籠じゃないな鳥小屋がありまして、ここにですね、あの一羽ウコッケーを飼ってます。白いウコッケー、なかなか可愛らしいウコッケーを飼ってます。今日行った時には暑かったのかどうか分かりませんが、あの小屋にすだれがしてまして、横から見ると奥で寝てましたけど、普段結構ね動き回ってます、ウコッケーなかなか可愛いウコッケーがいます。いい声で鳴くらしいですよ。私聞いたことないんですけど、そのお姉さんに聞いたら結構高い声で、ニワトリとは違ういい声で鳴くらしいです。一回聞いてみたいなと思うんですけどね。なのであの桜木神社はあの御朱印をねいただけなかったんですが、書き置きもなかったので、まあ別にね、あの本郷三丁目なので駅上がってすぐなんですよ。大江戸線の出口の方が近いのかな、丸の線でもいいと思いますけど、あのすぐです。まあだからいつでも行けるんですけどね、という感じで、まああの誕生日御朱印をいただけるところを中心にね、その付近を回ってみました。まあさすがに東京なだけあってですね、あの都内だけあって、まあ、ほんとね数分、まあバイクですけどね、
バイクでね、もう10分もかからないところにちゃんと次の、あの神社があるっていう風な立地ですよね。これはさすが東京都の中心部だなと思いますね。ちょっと江戸川区は全然ないんですけど、そもそも友人の、あの人の、ね、常駐してる神社自体が少ないんで、江戸川区は本当少ないんですよ。なんで江戸川区だけ少ないのかなって分かんないですけど、江東区は結構人いるんですよ。で、江戸川区になったら急にいなくなるんですよ。あのほとんどが兼務者で無人になっちゃうんですよね。まあでも中心部に行けば行くほど、あの境内はね、境内の面積は一等地なんで小さく、どうしてもね年を追うごとになっていくんですよね。いろいろ道路ができたり、あれが立つこれが立つでちょこっとずつ削られていって、最終的になんか間口が、入り口が、参道が変な風になってるとかね。多分これ昔はまっすぐだったんだろうなっていうようなところでも、いろいろ再開発とかで少しずつこう削られていって小さくなっていく。もうね、本当に中心部だとビルの中とかね、花からビルの上に作るっていうね、そういうものではなくて、もともと社殿があったのに、あの社有地がどんどんちっちゃくなって削られていって、致し方なく建て替えて、もうね木造の立派なものは建てられないので、あの鉄筋コンクリートのね、神社になっても拝殿と本殿が全部一つのビルみたいになっちゃってっていうね、いうのはもう都心あるあるですけどね、まあ難しいんでしょうね、やっぱり、ね、残すのはね、道路ができたりとかそういうのやっぱありますよね。道路拡張したりとかね、だからまあ神社自体がその土地を売ってね、なんかあの足しにするってことはないにしてもですね、どうしても公共のためだとしょうがないところってのありますよね、再開発とかね、多分オリンピックの時とかもあったんかもしれませんしね、東京オリンピック前のですよ、ついこの間のじゃなくてもっと前の話ですよ、首都高速ができるような時ですよ、ああいうので首都高速できたりとか、川ね、もともとあったところを埋め立てるとか、あるいは暗渠にするとかね、あと地下鉄の工事だとかね、もういろんなことでこう都心部っていうのはあの影響を受けて、まあ社有地がなくなったり狭くなったり、あるいは移転するとかね、日比谷神社とかそうですよね、何回も移転して奇跡のように残ってるから奇跡のお守りっていうのがあるんですけど、まあそういうのっていうのがあの都心部あるあるじゃないかなと思いますね。社有地境内の形を見ると、あの昔は絶対こんなじゃなかったんだよなっていうのが、まあ行けば分かりますよね。だからもう不自然なんですよ、なので昔はもっとね広くて立派なあの境内だったんだろうなっていうのが、なんとなく行けばあの分かるっていうね、そういうのも一つの、まあ御神だけじゃなくてね、その地形を楽しむっていうのも、まあ、神社っていうのはもともと変わりませんからね、あの1000年前からあるんだったら1000年前と同じ形しているのが普通ですから、それがいびつになってるってことはやっぱり、近代になってあのいろんな開発でそういうふうになっちゃったんだろうなっていうのが、なんとなくその歴史の変遷っていうのが調べなくてもね、形でわかるっていうような、まああのそういうのがもしも感じ取れればね、まあ神職さんとかあのもしお時間あるようであれば、そんな話をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。もしご存知であれば詳しく教えてくれるでしょうしね、昔は向こうの向こうの向こうまで社有地だったんですよって言ったら、とかね、なります。まあそういったところでその神社の由緒っていうのをね知るっていうのも、あの一つの楽しみ方なんじゃないかなというふうに思いました。はい、まあ、そんな感じで今月はちょっとね精力的に行こうかなと、誕生月御朱印集めに行こうかなと思いますけど、もうね、御朱印帳が半分なくなっちゃったんですよ。もうなくなっちゃったんですよ。あ、もう次用意しないといけないなっていう感じですかね。ちょっと千葉の方に行ったらまた新しいのを用意しようかなと
買おうかなと思いますけど、ちょっとどこに行くかまた計画をして行ってみたいと思います。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。